こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？すでに皆さんにもね、 YouTube からメールが届いているかと思います。 YouTube でのハンドル名、 YouTube ハンドルを利用することができるようになりました。今回はね、そのハンドルの設定についてお話をしたいと思います。はい、メール届いてます。YouTube ハンドルをお選びいただけるようになりましたって書いてますね。私ね、チャンネル3つ持ってるんで、3通、メール来ました。そのうちの1つ、CMM 様って書いてるメールですね。あなたのチャンネルのハンドルを選択できるようになりました。多くの場合、すでにチャンネルのカスタム URL をお持ちの方にはこれをハンドルとして割り当てています。そのハンドルで問題なければ準備完了です。 YouTube が割り当てたハンドルとは別のハンドルを希望される場合は変更が可能です。現在カスタム URL をお持ちでない場合もハンドルをお選びいただけます。ハンドルはチャンネルに固有のものであるため、ハンドルを選択すると他のユーザーは同じハンドルを選択できなくなりますって書いてますね。その他にハンドルをお選びくださいって書いてます。その下に、今後コメント、コミュニティ投稿などで視聴者があなたをメンションするときにハンドルが使えますって書いてます。じゃあ設定していきましょう。ハンドルをお選びください。クリックします。はい、ハンドルを予約しました。あなたのハンドルはアットマークサイバーノーリーです。ハンドルを変更とのボタンの下に、追加されたチャンネル URL はyoutube.com/@cybernoriでありますね。はい、特に、サイバーノーリーで、問題ないと思います。なこれ、チュートリアルの動画もあります。YouTube ハンドルとは、YouTube ハンドルは、視聴者がクリエイターを見つけてつながる新しい方法です。チャンネル名とは異なり、ハンドルは各クリエイターに固有のものであるため、今までよりも簡単に YouTube 上で独自の存在感を確立できるようになります。ハンドルとチャンネル URL、 新しいハンドルはチャンネル URL の一部になります。さっきと同じ説明ですね。既存のチャンネル URL も引き続き機能しますと書いてますね。はい、ハンドルを使用してできること、ショート動画にハンドルを表示、自分に固有の名前で識別してもらえる。なるほど。はいはいはい、これ Twitter とか Instagram とか TikTok なんかと同じですよね。実は2014年以前にも YouTube にはね、ハンドルが存在していたんですけど、なりすましが多いからかなんかの理由で、廃止になったんですね。はい、よくある質問なんかありますんで、はい、これで私のハンドルは OK でございます。でハンドルを変更したいときにはここをクリックします。をクリックしてハンドルを選ぶということになりますんでね。はい、ここもキャンセルにしておきましょう。はい、これで OK です。はい、あとね、2つチャンネルがありますんで、あとはね、後から設定をしてみたいと思います。はい、今回はね、YouTube ハンドルについてお話をしました。今回この件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。あと YouTube について作ってほしい動画ございましたらね、コメント欄でリクエストよろしくお願いします。